もね、しょっちゅう話してるもんね。じゃあ、また彼は彼。なんか、暴露大会ですね、これ そんなことないですけど、あ、そうです真摯にか。じ語ゃあ、ろうと僕もすあれんまり。あ、そうです真摯に語ろうとすれば、ね。あ、はい。僕もあんまり話したことないので、トヨさんにも言ったこともないかなと思うんですけど、実はですね、僕は高校時代、首席で卒業してるんですよ。で、卒業するときに、いわゆるそういう賞をもらって、卒業してまして、まあ別に頭のいい学校ではないんですけど、いやいや、すごいですで、ね。まあスポーツと、学業を、併設してやってたんですよね。で、実はですね、創価大学なんですよ、大学は。で、まあその創価大学に入れた、功徳でまあそういうものをもらえたのかなっていうふうに、その時は思ったんですね。日蓮召集創価学会時代でしたから、なんていうんですかね、その創価大学に受かったことでの功徳でそういうね、ものがもらえたのかなと。だ、高校の時が首席だった。あ、首席だったんですけどね。ただ、今までなかった、そういう賞だったんですね。過去の卒業式でもずっとなかった。で、だけど特別に頑張ったから、その部活でも寮連れていくようなキャプテン。文武両道でやったから。特別にこう、首席でプラスで、まあ、いわゆるモスト、なんですか、あれ、バリュープレイヤーですよ。MVP ですよ。それをもらったんですね。で、まあ、卒業していって、まあ、そこで、まあ、一つこう、特に進行っていうのをピシッとやってなかったんですけどね。非常にこう、結果の出る、功徳の出る進行なんだなっていうふうに思って、まあ、創価大学に入っちゃったのがね、運の尽きでね。別にそんなに強い進行があるわけじゃなかったんですけど、みんな池田先生、池田先生って知ってますでしょ？嫌いね。池田大作大ね。作でしたっけ？そう、みんなこういうわけですよ。だけど、それに私はついていけなくて、その池田大作の、何がすごいのかって全然わからなくて、池田って何がすごいのって普通に聞いたんですよね。何言ってんだってみんなに囲まれるわけですよ。で、そうなってくると、そういう大学生活を送ってると、やっぱり染まってくわけですよね。俺もやっぱり赤くなんなきゃいけないなと。で、まあ、それで創価大学を、まあ、こう、満喫していくうちに、まあ、いつの間にかの幹部になってるわけですよね。で、ここに、いるんですけど、この さんが僕の、大学じゃないですね。創価の、学生部の組織の、上の方だったんですね。幹部の方だったんですね。で、学生部長やってるって言ってましたけど、まあ僕もその後やったんですよ。次の学生部次の結学生部。で、そうなんですよね。で、まあとにかく昔から僕は翔太の面が非常に強かったんですよ。人に勝つっていうね。もうとにかく負けたくないなっていう。まあ、だからこの自分を追い込むこともすごく好きで、まあマラソンやってましたからね。マラソンでこの全国大会出てると。すごいで、好きなんですよ、追い込むのが。で、まあそういうのもあって、でもとにかく負けたくない、負けたくないっていう気持ちだけはすごく強くて。で、まあ大学もそれなりにこなしていきながら、まあそういう幹部もやって、こうみんなの前にこう立つと、こう、やっぱり、俺様ですよ。みたいなところがあったと思うんですね。俺は絶対にこう、誰にもね、努力すれば負けない男なんだっていうことで、はいですね。すみませんね。当時、ハウスメーカーって言ったら、一番だったんですよね。で、そこで、実は1年目に全国トップを取っちゃうんですね。4000名の営業の中ですから。すごいね。で、これはやっぱ、創価はすげえと思うんですよ。で、やっぱ偽物にゴンゴン拝んでるわけですよね。その時は、実家には偽本尊じゃないんですけど、ペンダント型のやつがね、ちっちゃい偽本尊が、それを常に持ち歩いてたんですよ。で、それで、あ、叶ったなって思うわけですよ。で、今度4年目にもね、この全国トップを取るわけですよ。で、これはますますすごい。って言って、政教新聞の全国の一面を飾っちゃったわけですよ。でも、あらゆるところから電話かかってくるわけですよね。どうやったらそうなれるんですかみたいな。やっぱり、もうならないならないと思って、こうなってるわけですよ。で、最年少でいきなり主任飛ばして係長になっちゃうとか、それから所長になっちゃうとか、もう、社会に出てもお金も入ってくる、もう悪いこともしまくりですよ。いいか、一流の男ってのは一人前に仕事して一人前に遊ぶんだ。もう毎日ナンパですよね。活動もしながら。でもそういうことは一切その学会の後輩には見せないわけですよ。もうとにかくもう、ね、
西東に足りたりしながら10人連続声かけて7人携帯の番号消えてもうそこから飲み会してそんなバーのことばっかりやってたわけですよ。でだからそういうことしていくうちにどんどん汚れていく自分も分かるんですけど止まらなくなってくるんですよね。もう女を見ればやりたい、もうそれからうまいもの食いに行きたい、とにかく取って取ってなきゃ、もういわゆる欲望の塊にどんどんなっていっちゃったんですよね。でも、まあ、あるきっかけでそのさっき政教新聞に載ったっていうふうに言いましたけど、そのちょうど1週間後にさっきさんも言ってたようなうつ病とパニック障害っていうのが分かっちゃったんですよ。その1週間後ですよ。願いを叶えてもらって急にこうパーンと落とされたわけですよ。笑うセールスマンだよね。でもうほんと浮遊感、もう何考えてるか分かんないわけですよ自分が。でもベール越しになんかこう全てを見てるような感じになっちゃって、でまあ当然仕事もやらなきゃいけないですから、まだその役職が上がったばっかりでもうね最年少でもうみんなにももう褒めたたえられても、とにかくスーパースターだったわけですよね。ああ、とにかく。でもそうなったばっかりなんでだと思って、で、うつ病で、もうとにかくもう心臓がドキドキするんで、狂ったようにこう死にそうな感じになる。もう、幻聴とか幻覚までは見えなかったんですけどね。まあとにかくまあそんな状態が続いたんですよね。でもまあ薬とかを飲みながら、まあなんとかごまかし治ったんですけど、で結局辞める必要もないのになぜか自分から、俺はもっとすげえんだから、違う会社に行ってもっとスーパースターになるみたいな、そういう気持ちも出てきて、このでそこでも半年でこう営業所長になっちゃって、でまたどん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 こう行くわけですよ。でその今度はもう支社長ぐらいまで上がっちゃったわけです、そしたら今度そこの社長がやっぱり朝鮮出身の方で、やっぱりヤクザ気質なんで、ものすごい追い込みを食らうようになるわけですね。例えば、僕と同じその支社長クラスのやつをもう目の前で暴力をこうね振ってね、こう、ちょっとでも業績が悪いと、切るようなね、そういう、社長だったわけですよ。で、まあ、これから社会人になるからね、いろんな上司とかね先輩いると思いますけどね。でその社長はね、私にはね一切怒んなかったんですね、なぜか。で怒んなかったんですけど、ただもう時間の問題だと思ったわけですよね。いつかはやられるなと、業績が落ちてて。で、まあ、実際に業績が落ち、落ちる寸前のところで、もうちょっと具合悪くなったから、胃がん退職させてくださいみたいな。まあ、胃がんですよね。胃がん退職ですよ。まあ、そんな感じの冗談を言いながらも、ちょっとやめられない。ここは冗談だったから。まあ、何もなってないんですけどね、とりあえず演技しないとやめられないと思ったんですよ。僕がその子供が生まれた、それから、何ですかね、子供が生まれた、それから、ちょっとでも業績出したっていうところ、お抱えの運転手が来て、ベビーカーを10万もするようなベビーカーを投げてきたりとか、で、社長が現れたなと思ったら50万もするエルメスのコートお前やるよとか、もう真綿でどんどん締められてくるわけですよ。で、実際その病気になったってことを伝えてやめるって話になったら、もう、なんていうんですかね、留守電に出なかったんですよ。で、留守電に入ってるわけですね、いろいろと。お前が辞められたら困るんだって30分ぐらいずっと喋ってるんですよ、留守電で。とにかく、もうお前がね、病気で治ってくるまでもう30年でも何十年でもね、待ってるからみたいなこと言ってるわけですよ。ポジションを開けて。もう余計怖いじゃないですか。ますます辞めようと思って、で、まあ辞めて、で、1ヶ月、空白を置いたんですよね。このまま違うところに同業他社に行ったら絶対にバレて追い込まれると思って。でもやっぱりバレちゃうんですよね。で、社長のところに行って、で、まあ、そこで業績も出すんですけど、結局、バレてしまって、そこから僕が社長時代にやってた、部下がやった案件ですけどね、100万、利益が落ちた物件があったんですけど、その物件のことで、まあ、100万、払えっていうことで、東京地裁からこんな分厚い、裁判、書面が届いて、で、まあ、1年半ぐらい裁判やったんですけどね。で、まあ、会社の方は、まあ、どん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 役職は上がっていきながらも、給料はずっと、こう、やっぱり固定されてる状態なんですけど、いい状態なんですけど、結局は、その、会社自体はどんどん規模が小さくなっていくような会社に転職していくわけですよね、同業他社。で、その次は、もう倒産しちゃった会社なんですけど、まあ、そういうことを繰り返していきながら、やっぱりなんか変だよなっていうふうに思っていて、で、その結婚した当初から、その、まあ、妻はね、そういう大の宗教嫌いでね、で妻は、
創価学会を大嫌いで、まあ、自分は創価をね、に入らないと、いいことが起こらないからダメだよみたいな感じでやってたんですけど、ますますこう仲が悪くなるんですけど、でさっき言ったらよく遊んでたって言ってましたよね。で子供が生まれるね、前日にねまた悪さをおっしゃってたんですね。でしかもそれをねたまたまね携帯盗み見られちゃったんですよね、妻にね。それでねもう離婚の危機になって、まあ、そこからもうずっとこの11年間、僕少州に戻ってから、日蓮少州に戻ってからちょうど今1年半なんですけどね、その前まではもういつ離婚してもおかしくないっていう状況だったんですよ。でまあそういう、ね、ことをやらかしてたんで、日蓮少州に戻ってからですね、ちょっと取り留めもない話になっちゃったんですけど、日蓮少州に戻ってしばらくこう修行を積んでいく中でね、妻との、ね、関係がやっぱりね自然に回復してきたんですね。でそれから30過ぎてからね、僕糖尿病とね肝臓病になっちゃったんですよね。でどんどん体も太ってって太ったの知ってます？あ、聞きます。そんな状態になっちゃって、まあ、多分それよりもすごかったと思うんですけどね、後で免許証見せますけど40キロぐらい落としたんですよね、体重ね。肝臓病とそれから糖尿病治っちゃったんですよね。でまあそれはね真の苦毒だとは思ってないんですけど、そうやって進行していくうちにね、もう明確にそのパニック障害を患ったり精神的な病を患っていろんなこう苦労をしていくうちに、まあ、お金とかそんなもんじゃないな、役職とかポジションじゃないなってことをすごく分かって、さっきのジョブズの話じゃないですけど、地獄ってこの死んだ後に明確に存在するなっていうことをねすごく思ったんですよ。でそれは祖母もね、祖母が日蓮召集だったんですけど、結局創価学会の葬儀で送られる形になってしまって、で御所にもあるようにその成仏した人の顔っていうのはねすごくもうとろめんのごとしてて柔らかくて白くてね綺麗でね死んでいくんですけど、うちのおばあちゃんはそうじゃなかったんですよね。なんで頑張ってきたのにそうじゃなかったんだろうって疑問も持ちながら、でも学会をやめようと思わなかったですよね。で、まあ、ずっとそうやってやってて、でそのとにかくその地獄ってのは明確に存在するなっていうことを自分ではものすごく自覚したので、今そのためにね信仰してるなって感じですね。で創価にいてその偽本尊を拝んだことでものすごい罪を積んじゃってるんでね、これをこう解消させてもらうためにね今は信仰してる。でだんだんねその変な欲望がねだんだんこう抑えられてくるっていうのが本当ありますね。だから今その地位だとか名誉だとかそんなことはねある意味どうでもいいと、まあ、普通に生活できてね、まあそれなりにちょっと贅沢できればねいいなぐらいの感じで、とにかくその死んだ後の死後の苦しみっていうのはね交わせないってことがやっぱり経典にも明確に書かれてるわけですよね。徳を積まないからもうそのためだけに今信仰しようっていうね、まあ、だからといって今のその現実の生活を逃げるとかそういうことじゃないんですけどね、まあ去年の1年前から全く考えつかなかったような今ね自分でも事業を起こしてね去年の年末からやってるんですけどね、今そういう状況でもやってました。まあそういうねこの信仰は単にそのおすがりではないなというその自分のね命をね根っこからきれいにしてもらえるものだなっていうことを今日々感じながらね本業と紹介を今させていただいてるなっていう感じですね。まあ理屈じゃないですね、フィールな感じですね本当に、こうやってみないとね分かんないっていうか、なんとも言えないものを感じますね。で別にありがたくもないのに、ありがたいことに出会わないと、普通だったらありがたいって感じれないじゃないですか。でもね、こういろんな瞬間に、こう、例えば仕事してる最中だとか、車運転してる最中だとか、そういう時にね、なんか急に涙が出てるんですよ。ありがたいなって気持ちになってくるんですよね。なんかわかんないですけど。そういうの体感したことあります？あ、ないっすね。そういう気持ちになる瞬間が多いんですよ。多分これがさっき言ってた成仏の一文なのかなって、なのかなっていうのを思うんですけどね。そういう気持ちになれたことが、この時期俺が一番じゃなきゃダメだっていうことばっかりにとらわれてた自分が変わったのはね、すごくね、嬉しいですね。